あ,ある人も聞いたんだけど、ナナミさんってすげえ全然気にしない人なんて、まあ仕方ないでしょみたいな、切り替え切り替えみたいな、その解任とかされたとしても。ナナミさんが小林勇気をさ、育てたっていうかさ、小林勇気をちょっとあの、プロで生き残れるメンタルにした話してる。小林勇気って本当にもう練習中とか、先輩と揉めたりとか、本当にもう何て言うの あのセルフコントロールがあんま効かない、アンガーマネジメントができないタイプだったんで、でそういう選手ってよくいんのよ。で、監督とかがなんか話しかけてうるせえみたいな。で、ああ、こういう子厳しいなって普通になるんだけど、それでも、ナナミさんって来い、勇気っつって。で、もうそういう風に羽ののけられても話してみたいな。時、ね、時には叱ってみたいなやって。で、小林勇気がナナミさんの指導を受けて、どんどんボールタッチ数も増えていって、みたいなゲームコントロールできる選手になっていったみたいな。小林勇護のやつ、そうそうそう。 で、あの、ジュビロとか戻った時だったら、なんかこう、全然、あの喋らないチームになってたみたいな、もう本当に年習終わったら終わりみたいな、サッカーのことを話して、本当、あの、人がちゃんとお互い向き合って、サッカーの話をして強くなろうとするっていう、そういう環境をまず作んなきゃいけないと思ったよ。それとか素晴らしいと思って、で、その小林雄輝の話と、解任された時気にしないみたいな、次々みたいな。俺、めちゃくちゃね、育成向きの監督だと思ったんだよ、それ。 育成ってさ、勝利云々よりも、その選手自体がさ、上で成長できるかとか、成功できるかっていうところをさ、見極めなきゃいけないし、我慢して使わなきゃいけない時もあるから、そういうところの監督がさ、すごい怒鳴ったりとか、なんか冷酷に振る舞って、切り捨てたりとかすると、伸びる子も伸びないわけよ。だけど、そういう子を甘やかしてたら、変な方向に伸びちゃって、せっかくの才能が台無しになるじゃん。 てなと、ナナさんみたいに、こう、メンタル、自分のメンタル安定させられて、ただそれのせいで、こう、のんというか、大丈夫大丈夫みたいな感じだから、こう、絶対結果出さなきゃいけない J リーグとかそういうところになると、いや、ナナミさん、それ修正してよとか、そこの戦術違うでしょみたいな。まあ、実際にね、解説とか聞いても、およよっていう時は結構あるから。だけど、そういうのってさ、育成の監督にはそんなにいらない要素じゃんで。育成の監督に必要な選手に、いろんな角度での愛情を与えていって、 でその「戦術うぬん」とかよりもまず人として何が大事かっていうことをこう面と向かい合って教えられるみたいな。ってなると本当に七海さんってめちゃくちゃね本当育成型の監督なんだろうなと思ってそうだから七海さんがねそういうそれこそアンダー世代とかね日本の日本代表のアンダー18とか本当になんかこう今人間形成が重要みたいなところのポジションにつくのが大事なんだと思いますね。 それにこれ分かったのは、その人に聞いて、まあ別にその人と、いや、ナナさんが育成が得意みたいな話をしてたわけじゃないです。七海さんってそういう人なんですよっていう話を聞いたときに全部繋がったんだよね。だからダメなんだじゃなくて、そうか、じゃあ小林祐樹の話とか、それとか全部繋げると、絶対育成向きの監督だ、みたいな。u 23監督、育成向きの監督務めるべきでしょうか。うん、u 23ぐらいになると結果も重要になってくるからね。まあ両方あればいいんだけどね、あとは。 現場によって変えれるみたいなね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。よそっとごでした。バイバイ。<music>